はい、どうも、キラです。今回は、エロロジラインセインを、ひなた、バニーカリン、ウイ、アコ、ヒマリ、正月風花もですね、このあたりのキャラクターを使わずにクリアしましたので、紹介していこうと思います。キャラクターが足りなくて困っている方なんかは、ぜひ参考にしてください。今回、助っ人も一人も使っておりませんので、持っていないキャラクターなんかは、助っ人を借りるといいと思います。全員持っているという方は、今回主力である、ひなたや、バニーカリンなんかを借りるといいんじゃないでしょうか。それでは早速やっていきましょう。はい、まず1部隊目がこちらになります。主にイロハと正月マスキで火力を出していきます。火力はステージチェンジの時に落ちてしまうんですけども、そこまでは頑張ってもらいましょう。この部隊でできれば半分ぐらいは削りたいですね。そして2部隊目がこちら。レイサの育成がちょっと微妙いんですけど、なんとかギリギリ耐えられました。最後の方でね、落ちてしまったり、うまくいけば落ちなかったりするんですけども、まあ、星4ぐらいはちょっと必要かなと思います。主に、春菜と、純子、正月、茜、バニーガールで火力を出していきます。白子ライディングも攻撃力を下げてくれますので、レイサの生存に役立ちます。最後の舞台はこちらになります。アリスもステージチェンジまで頑張ってもらう感じですね。育成がボロボロなんですけども、なんとかこれでもクリアができました。アズサは、光るペロロミニオンを倒す役で入れています。そして、ユーカをタンクに立てているんですけど、弱体状態の解除ができないので、マリーで解除するようにしてます。それでは、実践編の方で解説していきましょう。はい、それでは解説していきます。まずはコストが溜まり次第、イロハを呼びましょう。わかりました。正月ムツキを打ちます。ここで目からビームが来ますので、夏のスキルを使って弱体状態を解除していきましょう。で、このタイミングでカヨコのスキルをイロハにかけていきます。このタイミングでかけると、ちょうどイロハの EX スキルが出るので、ちょうどいいですね。のスキルはなるべくたくさん当たるところに打ちまして、残ったペロロミニオンもなるべく片付けられるように範囲攻撃を打っていきます。はい、ここでイロハのEアクセスキルが出るんですが、召喚時間がもう切れるので、ギリギリまで使ったら召喚し直しましょう。はい、コストが溢れるギリギリまで待って、カヨコをイロハにかけます。知性のスキルは、なるべく真ん中の方で敵が固まるように、この3体のペロロミニオンに当たるように円形を設置しましょう。目からビームが来ますので、夏で解除していきます。そしたら、ムツキのスキルも打つんですが、ちょっとここでミスっちゃって、ムツキのスキルを打った即座に、カヨコのスキルをムツキにかけるべきでしたね。私も負けないよ。くらえ。ご利益あるといいね。光るペロロミニオンを逃すのはめちゃくちゃもったいないので、必ず倒すようにしましょう。イロハの EX スキルが出たら召喚し直します。そしたら小さいペロロミニオンが出てくるので、なるべく多く巻き込めるように総攻撃をかけます。カヨコはイロハにかけましょう。はい、ここでカヨコが落ちます。
で、カヨコがいなくなった分、スキルが回ってくるのが早いので、ここで夏のスキルを使ってスキルを回しちゃいます。ちょっと迷ってるんですけど、すぐ使っちゃって大丈夫です。ムツキのスキルを打ちます。で、光るペロのミニオンがこっちの方に歩いていくので、知性のスキルでこっち側に円形を設置しましょう。ペロロミニオン3体とペロロジラ本体、計4体に当てることができます。イロハを召喚し直して、次に目からビームが来ますので、夏で対応していきます。コストが溢れそうなんで、ペロロジラにも当たるように鞘を設置しました。ちょっともったいないから使ったってだけですね。はい、残り秒数も少ないので、ムツキや知性のスキルをガンガン打っていきます。はい、1部隊目はこんな感じになります。2部隊目に行きましょう。はい、それでは2部隊目の解説です。コストが溢れそうぐらいのタイミングで、光るペロのミニオンがこっちの方に歩いていくので、純子のスキルをこの辺りに打って3体に当たるようにしましょう。そうしましたら、敵の目からビームを待ちます。はい、で、敵が目からビームのモーションに入りまして、レイサの弱体解除のタイミングめちゃくちゃ遅いので、これぐらいのタイミングで撃っちゃう感じです。で、レイサのスキルはダメージだけではなく敵の防御力も下げてくれますので、なるべく敵を巻き込む形でやりましょう。はい、そうしたら、光るペロロミニオンに必ず当たるように EX をどんどん打っていきます。その際、もちろん他の隊長も巻き込むように打っていきます。特に白子ライディングに関しては攻撃力を下げてくれますので、ペロロジラ本体もなるべく入れたいところですね。このように3体固まっている場所だと、純子のスキルは3ヒットします。もう知らないわよ。どうぞご堪能ください。はい、ここまで攻撃したら敵のグロッキー状態を待ちます。まだまだ必殺勝利のポーズ。火力支援を聞きます。どちらですの。はい、グロッキーになりましたので、なるべく多く巻き込めるように敵をどんどん倒していきましょう。ただし、小さいペロロの方が防御力が低いので、なるべく小さいペロロを巻き込むような形が理想です。ペロロジラ本体よりも優先ってことですね。ライディング用グレネードだよ。突き抜ける優雅さで。もう知らないわよ。私の気持ちを受け取ってくださいませ。はい、コストが溢れそうなので、アヤネを呼んでおきます。お待たせしました。で、ここもですね、とにかく光るペロロミニオンを集中攻撃します。もう中央に寄ったところでね、ハルナを撃ったり、この2体のペロロミニオンが真ん中で重なるところで撃ちましょう。突き抜ける優雅さで。効果抜群。
攻撃します。はい、目からビームのモーションが来ましたのですぐにレイサーを撃ちます。挑戦状を受け取ってください。どうぞご堪能ください。全部弾けちゃえ。攻撃します。スコビル値1000万級の激辛ですわ。自転車乗りの必需品だよ。まだまだやれる。これはいかが。火力支援を聞きます。さっ勝利。コストが溢れそうだったのであやねを呼んでおきます。すみません、遅く。まだまだやれる。これはいかが。でまだペロロミニオンが出てこないんですけど、コストが溢れそうでもったいなかったんで、アカネのスキルは設置型なのでこの辺りに置いておくと、ちょうど光るペロロミニオンが歩いていって踏んづけてくれると思います。私の気持ちを受け取ってくださいませ。あとはさっきと同じ手順でペロロミニオンを集中的に攻撃していきましょう。全部弾けちゃえ。突き抜ける優雅さで攻撃します。逃がしませんよ。はい、ここでレイサが落ちてしまいます。宇沢ここまでよくやってくれた。はい、どうぞ。突き抜ける優雅さで。ライディング用グレネードだよ。火力支援を聞きます。くらいなさい。どちらですの。私の気持ちを受け取ってくださいませ。お覚悟はできていらっしゃるのかしら。もう知らないわよ。はい、こんな感じで2部隊目も終了となります。残りの部隊で最後を削っていきましょう。はい、それでは3部隊目に行きましょう。敵を召喚して吹っ飛ばされた後だとお玉のスキルをみんなにかけられないので、今のうちにかけておきます。コストがたまり次第あずさのスキルを光るペロロミニオンに当てましょう。はい、目からビームが来ましたのでマリーのスキルで弱体状態を解除していきます。そうしましたら小雪のスキルを使うんですが、かなり範囲が広いので倒れてないペロロミニオンをメインにたくさん巻き込めるように打っていきましょう。結果良ければ全て OK。 また小玉をかけていきます。終わらないわよ。見つけました。私の計算を私にくれるんでチャージします。バフをかけます。アリスのスキルが溜まるんですが、このまま敵がグロッキー状態になりますので、グロッキー状態になった後にアリスをぶっ放します。なるべくたくさん巻き込めるように打ちましょう。アズサを打たないとコストが回らないのでアズサを打つんですけど、今この小さいペロロに防御ダウンがかかってるんで、ここを狙って打ちます。
そのまま範囲攻撃をガンガン打っていきましょう。でまた吹っ飛ばされる前に小玉をかけておきます。でここでもですね、光るペロロミニオンをメインに攻撃をしていきます。目からビームのモーションが来ましたので、撃たれたらマリーを撃っていきます。少し早めに撃つのがポイントです。でアズサのスキルが来てるんですけど、あえてここはコタマのスキルを使ってアリスのスキルの順番を持ってきます。っていうのももうすぐステージチェンジになってしまうので、アズサを撃った後にアリスだと間に合わないんですね。でステージチェンジが起こるとアリスが落ちます。なのでここで有効活用したいからスキルを回しました。敵の体力はもう少ないので、アズサのスキルを本体に打っていきます。はい、これで完了となります。もしキャラクターが少ないという方はぜひ参考にしてください。で持っているキャラクターもいたり、助っ人で心強い方もいらっしゃると思うので、おのおの使っていただければと思います。それでは今回はこの辺で、よければ高評価も押してくださると励みになります。ご視聴ありがとうございました。